おはようございます、かままです。おはようございますって言ってもね、多分動画配信するの夜なんですけど、今日はですね、東京にお仕事で来ておりまして、今からね、ずっとしたいって言ってたのお仕事がね決まって、その取材に行くので、そのね前の準備動画をやっていこうと思います。で、今してるパックがこの新大久保で買ったメディヒールの黒いマスクなんですけど、なんか黒って高級感あるじゃないですか。だからいつも意味なく買っちゃうんですよ。で、調べたら毛穴ケアでした。で、私今毛穴マジで綺麗になってるから、毛穴どうでもいいんですよね。まあいいやと思って保湿としてとりあえずパックしてます。で、いつもね、ゲットレディーウィズミーするって言ってもさ、みんな一緒に準備しようって言って動画撮ってんのに、うち10分以内とか絶対準備終わらないぐらいさ、私動画短いんですよ、ゲットレディーウィズミー。なんで今回はノーカットではないけれども、なるべく長めにみんなが一緒に準備できるように動画を撮っていきたいと思います。そろそろマスク取ろう。で、今日はですね、やりたいメイクがあるんですよね。なんか乾か、もうなんでうちこんないつも乾かいちゃう。今日するメイクは獣人院様の、なんか中国ですんごい流行ってるというか、このメイクやべえみたいになってるのがあって、それがこれ、元 SNH48 の菊ちゃんこと獣人院様ですね。このね、なんか何のメイクなんだろう、このメイクがね、すごい中国で流行ってて、再現してる人が結構いるんですよ。で、私もね、ちょっとガチでちゃんとウィッグして黒い服着ててやりたかったんですけど、今何が何でもしたくて、とりあえず今日はこれに近いメイクをやっていこうかなって思います。でね、旅行とか旅先にいつも持っていく化粧水と乳液がこれ、これめっちゃいい、エリクシールの美白化粧水と美白乳液。なんだろう、整う、もちもちになるかな。でも肌がちょっと今パックしたんで、今日は乳液だけでいいや。で、このリップめっちゃいい、なんかもらったんですけど、イニスフリーの保湿リップで、続いてってか、先にカラコンしとこう。なんだこれ、きっとメルティーアンバーであろう、メルティーアンバーかな。つけてこう、結構ナチュラル。あ、涙が出た。入った？もうスッて入ったけど、入ってないかと思った。今日持ってきた服が、この間ね YouTube でも紹介したんですけど、じゃーん、 GU で買った新しい新作、春の新作のこのブラウスとグリーンのパンツ持ってきた。詳しく見たい方は洋服動画にて。んで、着替えてきます。髪型は一旦後にしといて、下地からやっていきます。今日はあんま濃くコスメについて語んないです。とりあえず寝起きなんで、ちょっと頭が回ってない。ラロシポゼのトーンアップ下地塗っていきます。朝って頭回らないんですよね。寝起きめちゃくちゃいいんですけど、言葉がね出てこないです。言葉出てこないし、口悪くなるし。今日はですね、さっきも言いましたが、ずっとやりたかったお仕事なんですよ。マジで嬉しい。でね、中国メイクしないといけなくて、今日の中国メイクはキクちゃんのメイクに決定いたしました。なんかね、このやりたいお仕事をね、去年ぐらいからなんかずっといろんな人に言ってたんですよ。この仕事やりたいんですよねみたいないろんな人に言ってたら、なんと叶っちゃって、やっぱ口に出すっていいもんやなって思いました。なんで皆さんももし夢があるのだったら、口に出して語った方がいいと思います。夢語るってすごく大事。なんか私、夢いろいろ、もう普段喋るタイプじゃないんですけど、なんかこういう仕事とかになると、もう絶対夢話そうと思ってるんで、もうやりたいことは基本全部言っといた方がいいかなって私は思いますね。何のアドバイスって感じなんですけど、本当に最近夢がたくさん叶ってって、頑張ったかやったなってめっちゃ思う、本当に。で、なんかすごいねハッピーなんですけど、昨日の夜さ、うちダンサーインザダークっていう映画見たんですよ。かなり重たくて暗くて、やむってずっとね、いろんな人に言われてたから、ダンサーインザダーク見るときは覚悟して見ないとかなり落ち込みそうだなと思って、なぜか昨日ね、仕事を一日中仕事をやって終わった後になぜか見ちゃって、
疲れてるのにまた暗い映画見て、もうどん底に昨日夜落とし込められて、落とし込められてってない、とりあえずもう昨日の夜泣いたんですよね。悲しくて、映画が悲しいけど、悲しいんだけどすごい前向きな映画でもあって、マジで見てほしいです。で、下地終わったらメディヒールのクッションファンデ塗っていきます。びっくりした、ここ血出るかと思った、赤くない、なんか。でそのダンサーインザダークっていう映画の内容が、シングルマザー、あの目が悪い、目の病気を持ったシングルマザーのお話なんですけど、そのお母さんはね、町の工場で働いてて、でなんで働いてるかというと、まあ、息子がいるのと、息子がね目の病気なんで、その手術代をね貯めようと思ってお金を貯めてるんですけど、そっから繰り広げられるね、全く救いようのない悲劇たち、もうそれにね、もう話が進むにつれて、包むって何、話が進むにつれて、もうどん底に落とし込まれる気分ですよ。で、唯一の救いがミュージカル形式になってるんで、主人公がね、ビョークさんっていう、まあ、歌手なのかな、すごく歌も上手で表現力も豊かで、そこが唯一の救いでしたね。で、イニスフリーのクマ用のコンシーラーでクマ消します。なんかダイエット動画でも私話してなかったんですけど、ダイエットする前必ずラジオ体操するんですよ。なんで私これ話さなかったんだろうってぐらい、何の動画でもラジオ体操するとか話してない、なんかで話したっけな。でクマコンシーラーなのに私ニキビ跡も消すんですよね、こういうとこね。やっぱこのイニスフリーのコンシーラーが最強にクマ綺麗に消えるわ。まあ、イニスフリーとかいつも使ってるんですけど、やっぱカバー力、クマのカバー力と色味的にはやっぱ一番このイニスフリーのね、クマ専用コンシーラーの色味サーモンベージュ、青クマさんなのでサーモンベージュがもうダントツで綺麗に消える。ほら消えた、この下の部分は気にすんな。で続いてはセザンヌのノーズ&アイブロッカーで眉毛描いていくんですけど、今日は撮影プラス前髪上げる日なので眉毛真剣に描かないといけない。最近ですね、私眉毛めちゃくちゃ自信あるんですよ。めっちゃ自信あるんです。自信あるのに、なんか顔可愛いのに眉毛変だからマジもったいねって言われて、え、自信あるのにと思ってちょっと悲しくなった。まあ多分きっと眉毛もね、好き嫌い人それぞれなんだと思うんですけど、私は結構ノーマルな眉毛の方なのに、これでも眉毛ダメなんですか。YouTube って見てる人は飽きさせないようにいろいろ努力しないといけないんですよ。特にトーク力が必要。でも私はトーク力がそんなにないんですよ。ないんですけど、私が専門学校、服飾の学校行ってたんですけどね、そこであのアパレル販売員のテストとか、なんかコンテストとかいろいろあってめっちゃ勉強したんで、そこでまずトーク力少しは磨かれたわけですね。まあどうやって話を広げていくかとか、まあ、ある程度話は続くんですけど、それが面白いかって言われると面白くねえって話なんですよね。だからちょっと今年の目標、トーク力をね磨くというか、面白い雑談ができるように頑張りたいなと思ってます。なのでぜひ皆様もね、こういうこと話したらいいよとかね、コメント欄書いていただけると嬉しいです。ご協力をお願いいたします。ご協力って何ですか、こういうとこも。ほらマジでどうだい今日の眉毛いけてる？きっとあの書き込んできた人は今日の動画を見て変な眉毛って思うんだろうな。その人の好みは置いといて、今回は私の好きなメイクでいきますから。ピコン。なんか今 LINE になったんですけど、私の家族一時期なぜかね、みんな同じ LINE の音の時があって、だからなんであんたと同じ音なみたいな、誰の LINE かわからんやみたいな、お家でなって、でも変えたらまたみんな一緒だったんですよ。面白くない？ LINE の交換は何ですか？私高校生の時もずっとボキボキだったんで、ボキボキを今聞くとすごい懐かしい気分になる。そういうのありません？さっきのアイブロウパウダーを使って鼻筋描いていく。鼻筋描いていきますよ。結構今回ガッツし描いてこう。中国メイクだからね。多分いつもこんなさ、喋ってないからうるせえって思う人多いかも。そして登録者が離れていくかもしれない、気をつけよう。トーク力磨かないとな。口悪いのは女子校のせいということにして、女子校で口悪くなったんですけど、専門学校服飾のそのアパレル販売員の接客の対応とかの勉強をし始めてから、まあ言葉遣いがちょっと戻ってきたというか、敬語とか、まあ
正しい言葉を勉強してからちょっと言葉遣いマシになったんですけど、根の言葉遣いはめちゃくちゃ悪いから、そこは私はねやめないといけない。今からセザンヌのパールグロウハイライトを使って鼻筋にゴリゴリ光を与えていきたいと思います。共有したい。この鼻筋めっちゃツヤツヤしてない？なんか赤いハイライト使ってるんですかってぐらい。ちょっとここに貼っとこう、ペタってここに貼っとくね。セザンヌのパールグロウハイライトがどんなハイブランドよりもテカる、テカるって言い方悪いけどマジで最強なんですよ。このキャンメイクの11番のチーク使ってこう使ってるんですよね。これを鼻先に塗る。大丈夫か、大丈夫かこれ。あ、もうちょい暗い方がいいな。真ん中の暗いの行くよ。これ真ん中行く、行ってきまーす。こっちだね、こっち分けだね。宮中ザラで買ったピン持ってきた。ここにはつけないけど型として型つけよう。今日使うのはこれ、エチュードハウスのピーチファーム使います。おお、まずはてか結構暗い色塗ってるね。茶色か、いくぜ。完全再現目指して、一旦ベースとしてこの明るい色使って、まあベースが何の意味になるのか分からんですけど、一旦塗ります。この一番端な気がする、茶色っぽいの。これ塗ってみる。あ、来た、これじゃね。今回のメイク結構ラメ強いんですよね。もうちょい、もうちょい茶色がこの辺まである。てか痛い、指で塗ろう。なんかチップ痛い時あるんですよね。でまぶたはオレンジってよりもなんかラメだけではないんですけど、なんかまつげの生え際が結構色ついてるんで、まつげの生え際に色塗っていこうかな。でさっきのこの色使ってまつげの生え際に色入れてこう。下まつげも結構描いてんな。一番端っこのこの茶色取って、もうちょいギリギリ攻めてこう。このまつげの生え際、今使った小毛茶上にも塗っとこう。この生え際でこの上からラメつけていくんですけど、新しく買ったこちらエリペラのリキッドシャドウですね。こっちが11番でこっちが12番。まず11番の色味がこんな感じで、12番の色がこんな感じ。はどっちだろうな、これオレンジ使おう。こっち、こっち使います。こっちどうしよう、難しい。一旦この真ん中部分に塗ってあるから、頑張れ。いかになじませるか。これを指で伸ばしていく。彼女下にもねかなり濃く塗ってるんで、これぐらいかな。で伸ばします。ちょっと指で取ります。この辺ね、この辺まで結構ラメラメしてたから、この辺ね。待って、ここに塗ったらなんか青タンみたいになったけど、この頬骨部分にハイライト塗ります。この眉下にも塗っとこうか。ここやね、ここやね。 OK。 ほんで次なんだ、あ、そうだ、マスカラだ。ビューラー、資生堂のビューラーでまつげ上げます。結構ねキクちゃん今回まつげ均等に上がってるんで、ちょっと慎重にダマにならないように均等にまつげ上げていきます。でデジェルのマスカラ塗っていくんですけど、これがねブラウンなんですよね。私お湯で落ちるマスカラ以外したくないぐらいね、お湯で落ちるマスカラ大好き。もういつも以上に今日下まつげ伸ばすから、見てろ見てろ、まつげ君を最大限に伸ばしてあげるから。結構伸びたと思うけど、はい、まつげ塗るとこんな感じ。あ、中華っぽい、中華っぽい、わかるかな、中華メイク好きな人わかると思う。中華っぽくない？でこれ全然キクちゃん袋じゃないんですけど、ちょっと垂れ目にねライン引いてこう。キクちゃんになりたい。果たしてこれが垂れ目なのか。若干
影はメイク濃くないといけないから、いつも通りで粘膜ライン引きたいんですけど、粘膜用のライン持ってくるの忘れた。黒目の上ぐらいからかな、この粘膜部分に塗ります。でちょっと余裕あるんでまつげ描きます。わかる、これリップなんで、リップする前に歯磨きします。で歯磨きが終わったら口の水気を抑えて保湿リップ、今日はロムエンドを使うんで、ティントってマジでつける前が大事なんですよ、つけ方っていうよりもマジでつける前で。今回ねこのティントは結構ね難しいみたいなので、最近ね頑張って練習してるけどなかなかうまくいきません。今日ねうまくいくことを祈って、とりあえず時間置いてる間にアイロン出していきます。これ何年も使ってるね、イオンのテスコムのストレートアイロンです。もうストレートってもう何でもね合うからストレートでもいいか。でもキクちゃん黒髪ロングだからもうどうも再現できないわ。てか櫛しよう。ストレートアイロンっていっぱいあるんですけど、この太いタイプのストレートアイロンほんと時短になる。どこで買ったとか覚えてないから、普通にテスコムで調べてみたら多分ネットで買えると思う。てかなんかギャルっぽい。前髪伸ばしてるんですかってまた最近聞かれるんですけど、前髪伸ばしてないです。前髪パッツンなんで、今なんかパッツンなんですけど、こうやって分けれるっていうすごい特殊なね柔らかい前髪しておりまして、この前髪に生まれてよかったって思う。チャームポイント前髪、ティント塗る、下準備は完璧だ。それではロム&のジューシーラスティングリップ12番を塗っていきます。結構ダークめのお色味でございます。あー怖い。出して成功するのでしょうか。これね唇うまってやっちゃいけないらしい、だから唇を合わさないように慎重に塗っていくよ。でもすぐ乾いちゃうから早く塗らないと。リップ可愛くない？リップなんか口閉じちゃいけないって言われてるから、リップって言えない。リップ口上にマジ口閉じないでリップって言ってみてほしい。リップあ閉じちゃった。リップって言えないや。乾くまでは口を閉じないように気をつけます。はい、こんな感じでキクちゃん風のメイクをゲットレディウィズミーに載せてお送りしてきたんですけど、いかがでしたでしょうか。概要欄の方にねキクちゃんのその写真がね分かりやすいものを URL で載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。で今日はねずっと私がしたかったお仕事に行けるので、そのね情報が解禁されるまでしばし待たれよっていうのか喋り方欲しくなっちゃった。ちょっと待っててください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。今週も1週間お疲れ様でした。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。